はい。下がる。もう一回やってこい。うわぁ、これ強え。もう一回上がってきちゃダメよ。はい、マーク。はい。もう一人いる。はい。マーク。こういうことでしょ。はい、こんにちは、グリードです。というわけで、今回もコールオブデューティーブラックオプス6やっていきましょうか。うざいなぁ、これ。このエモートめちゃくちゃうざいなぁ。はい、今回はですね、まあ何やろうか。まあね、こう、発売したばっかりだから、だいたい毎年、この武器が強い、このアサルトライフル、SMG 最強、みたいなね、動画がいっぱい回ってくると思うんですけど、まあもう、そういう動画、いいじゃないですかってね。もうみんな上げてるからさ、この武器最強みたいなの。もう一旦、今回はそういうのじゃない動画にしようかなと思って。もちろん僕も後々そういう動画上げると思いますが、今回一発目、はい。このね、面白いタクティカルアイテム見つけたんですよね。はい。まあこれ使った人結構いるかな、もう。タクティカルのスパイカメラですね。まあこれは敵と敵の装備を、まあ、味方に共有できる、ハイライトさせるっていうアイテムになるんだけど、このアイテム通常2回使えるんだけど、このタクティカルエキスパートですね、ワイルドカードを使用することによって4回使えると。ちょっとどういうものなのか、まあ実際プレイしながらやっていきましょう。まあ今回分かりやすくするために一旦サーチ&デストロイかな。よーし、サーチ&デストロイやっていきましょう。さあ、このタクティカルカメラ覗いた状態で、敵がいたらね、こう外せばね、敵をマークできるんだけど、どうでしょうか。はい、マークしました。はい、壁越しに映っております、映っております。はい、でこういうことこういうことよ。はい、マークして、こういうこと。はい、待って、逃げれるかな。一旦この辺まずいな。 B かな、これ。 B っぽくない。はい、マークして。なんか敵近づいてきてるぞ、これ。 OK、 1v1、 まあ、ミスった。こっち側来てないと思うんだよね。左じゃない。おー、うますぎー、うますぎー。 1v4 ぐらいですか。今回のボムの形めちゃくちゃ面白い。何これ、毒ガスかな多分。ね、わかる、もうこのラウンドでもう分かったと思います、皆さん。この武器の、あ、このタクティカルアイテムのおかしさ。敵をマークできるのは多分3、4秒でめちゃくちゃ短いんですけど、まあ、サーチ&デストロイで、しかもスナイパーとかになると、それでも十分だっていう時間なんで、ね、今みたいなプレイができるというわけですね。そこ下やって、マークしてるから余裕ですよ。いやー、角待ちかー。多分ね、広いマップの方がやりやすいよね。今いましたよね。お？いなくなってる。味方やってくれたのか。戦場カメラマン行きます。どこだ？味方がやられている。マーク？マーク？おほほほ！はい。下がる。もう一回やってこい。うわー、これ強え。もう一回上がってきちゃダメよ。はい、マーク。はい。もう一人いる。はい。からの後ろ赤点。なんだっけ、あの戦場カメラマンで有名だった人。あれだ。渡辺陽一。で、やめと、モノマネはやめとこう。モノマネはね、しかも元ネタいまいち思い出せない上に。下手なモノマネはね、ちょっとだいぶ危ないからね。皆さん、これ使わないで。ダメダメ。あ、使っちゃダメ、これ。まあ、今のは別にハイライトしなくても普通に倒せたけど。うん。二度手間かもしれんけど、今のに関してはね。はい。あのね、開幕スナイパーマジでよかったね。あれよ、あれ。危ない。これはちょっとカメラの出番ないかな。あ、ありました。逃げるしかないよね。そりゃね。来るとしたらここかな。はい、ナイス。さすがに下がったか。あ、やった、1キル。5v4? マーク？やばいくらいこれ。え？ちょっとやばいよね。うわ、見えなかった今の。8キル3ですです。イエーイ。
イエーイ。マーク？一旦ちょっと SMG も使ってみようか。こうやってさ、マークしてる間に詰められるっていうのがこれでわかるから。マークしてる、マークしてるよ。詰めては来ない。そうやって。あと二人。ラストワン。ナイス。いいね。これ、攻めでも使える、これ。そうよな。というか、狭いマップ多いから、こっちの方が多分強いかもしれん。これ。はい、マーク。マーク入れて。そこ、まだいますよね。そこ、二人いますよね。知ってるよ。裏取って。マークして。こっち気づいてる？気づいてないな、あれ。これ今詰めれる。こういうことね。先端いたね。10発はまずい。ラスト、ラスト？ B ポだね。ほっ！ラストワン？おお、強いこれ。こっちの方が面白いかも、うん。スキャンしてプッシュだな、これ。UAV 出して。サボ？マーク？マーク？うわー、やばい、今の。チーターやんけーってね、なってるよね、あれね、絶対ね。うわー、マジか。SMG はね、僕が今使ってるのこの VP かな？ VPR だっけ？ KSV です。全然違いました。これね、結構おすすめですね。まあでも、海外プロはね、みんななんか、結局あの、ベータの時に強かった。何？何起きた？ベータの時に強かった SMG 使ってるんだよね。まあ、まあ、最初で、リリースしたてはね、最強武器探したってね、みんなコロ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 変わるんでね。まあ気にしないでいいと思います。最強武器なんて。こんにちょ、まだそこいるっしょ。ナイス。まあ、どっちもやってくれたのか。ナイス。で、左なんかずっと撃ってたの見えてたんで。マーク？ナイス。下げて。うわ、危ない。なんだ？あれ？そこ赤点あったぞ。マーク？こういうことでしょ。すげえ。やばい、これ映っちゃうじゃないか。バレちゃう、バレちゃう。これガッツリ映っちゃいますね、多分やってること。あー、やめてください。通報しないでください。うー、やば、これ。ハイライトまで映っちゃってるやん。あー、やばいな、これ。ちょ、サーチで蔓延してしまうかもしれないですけど、まあ、ゲームが悪いから。でもさすがにさ、ね、COD って大体何らかしらのこう、ね、対策があるんだよ。ね、パークで映らないとか。まあ、そういうのがあるはずなんだけど、まあ、今んとこ見当たんないんだよね。またいる。なあ、まずい。あ、ナイス。オッケー。あー、あと1キルで20キルだった。こういうさ、このマップみたいにぐちゃぐちゃなところとか、これでクリアリングしていけばいいんじゃないの？これも映っちゃう。やめてください。やべ、あ、やべ、あ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 、これ通報されるよな、知らない人が見たらな。はい、マーク。スナイパーがあそこね。
しばらく動からそうだな。マーク。こういうことでしょ。こういうことでしょ。なんかいますよね。なんかいますよね、それ。マークできないけどなんかいるんだよな。気づかれてないのかな、ワンちゃん。これ、もしかして。あ、そうだね。気づかれてないな。まずいまずい。カバー欲しい。角おるやんけ、おい。ペポ？オッケー。なんかここからでしか得られない栄養がある気がするよね、なんか。ああ。マーク。え、あ、これで UAV 出たやん。UAV 呼んじゃおう。そこでしょ、敵。当たりはしない。こういうことでしょ。はい。ああ、え、やばいな、あれ。カメラのポイントで UAV 出しちゃったな。ああ、まあ、ね、ポイント自体は少ないんだけど、まあ UAV ってなってくると重要やな。うん、しかもサーチ。マーク。カメラ機、カメラ機、カメラ機。ワンショです。ガチワンショです。ナイス。というわけで、お疲れ様でした。今回は、スパイカメラ使ってコールビューティー。でもなんだろうな。なんだこの気持ち。こう、カジュアルモードなのに、こんなことまでして、プレイしてる自分がなんか惨め。使ってて。まあ、この動画撮り終わったら僕も使うことはないと思います。はい。それでは、ね、今後、BO6 の動画どんどん上げていきますので、高評価、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。バイバイ。